はい、カムさんです。みんな元気ですか？How are you doing? 今日は、アジサイを作ってみたいと思います。これからの季節ね。それで、僕が去年上げた動画を何回か見て、やっぱりまだ作りにくいなってすごく思って、で、あれから何回か試行錯誤して、で、もうちょっとシンプルに、簡単に作れる方法ないかなと思って作ったのがこれです。これは、去年はね、2カラーズでしょ ?2 カラーハイドレンジャーでしょ今日は、今年は、1カラー、1色のものを作ってみたいと思います。で、練習していく間に、トライしていってる間にね、気づきもいっぱいあったんで、それを紹介しながら行きたいと思います。じゃあ、行きましょう。これはね、全部で、4バルーン。で、ちょっとね、I will change the color、色を変えたいと思います。やっぱ優しい色がいいかなってことになったんで、優しい色にしますね。今日は、マスタード、ジェマールのマスタードを使います。優しい黄色ですね。それと、ライムグリーンと、あとはペイルブルーの水色の丸です。はい、行きましょう。それとね、あとなんかこういう端切れがあると、とても便利なので、用意してください。行きましょう。コツなんですけど、まず膨らませていきます。これはね、膨らます長さがだいたい30センチいかない、このぐらいかな、このぐらいなんだけど、ちょっと僕作る時にこれをコツがあるなと思ったのは、ここで一回回す、で離す、でこんだけ余裕があるでしょ。ここで結ぶと余裕があるので、これをやってみてください。はい、まず一つ目。もう一つ膨らませています。同じくらいかな、ま。これをまず結びましょう。はい、結びましたね。で、大体やることはね、似てるんだよね。はい、いきますよ。まず、4つ。まず、2つ。2 small.バブル、スースモールバブル作って、僕はこの指と指の間にここを挟む、ほどけないので、こうやって、去年はね、上から撮ったから僕の姿はないんですけど、この4つの塊をここで離して回す、引っ張って回します。引っ張った方が風船と風船が擦れ合いにくくなるのでおすすめです。引っ張って回す3回ぐらい。これを全部でまず4つ作ります。 This balloon please make 4。 いきますよ。ちょっと普通に作りますね。2 1 2、引っ張ってます。はい、これ4つ、1、2。これ後で思ったんだけど、去年はね、2カラーでしょ。で、色を気にしないといけないから、あ、ほどけた、気にしないといけないから、なんかね、楽だった。すごい今年は色を気にしなくていい、並びとか。はい、回します。3つ目、1、2、3、これラストね、とりあえずはね、1、2、挟む、1、2、回す。はい、4つできました。4つできたら、これをね、横1列にします。整えてこうやるね、そしてここに余裕があるでしょ。これはこっちに近づけて、両方引っ張る、両方引っ張って、ここをまたいで、で、まあ間通してもいいし、ここで一回結びます。一回プリーズタイ、結んでください。同じよ、ここまでは同じよ。で、4つの塊ができたでしょ。1、
1,2,3,4 次はこの2つをこの中に入れていく、この中に入れていく。その時に移動する時は必ず僕の場合はね、回しながらこの中に入れる。はい、来ました。もう一つもこの中に入れる。はい、この中に入れて持ってきて、で、あ、間違えたね。まだ入れるの早いじゃん。何やっとん。今あんだけ作ったのに。ここでもう一個作るんよ。5つ目の。3,4で、一緒に。これ作ってから入れる。3。作ってから、これを、まあ、ちょっとここに蓋をするような感じだから、これをここで入れます。はい、入れました。来ました。もう一つ入れます。もう一つ入れます。危ない。ダメだよ。で、色が同じ時分かりにくいよ。去年なんで書いたら色を変えることによって混乱しないようにやったから、単色だったらそこまで、途中から気をつけながら作れば大丈夫なんで、やってみてください。一つのブロックでしょ？もう一つのブロックの、二つのブロックのここ、反対側。今展開した反対側に、これを、ここに、ここと近づけていく。こことここ近づける。方法としては、これをね、これを回しながら、ここに近づけていく。ここに。はい、行きます。回しながら、ここに近づけていきます。今来ましたね。ここに来ましたね。同じことをします。一つずつ回しながら近づける。そしたらここに来てくれたでしょ。二つ。これを一回引っ張って一緒に回す。そうすると、どうなるかっていうと、さっき四つ作ったのが、これ、1,2,2,3,4 でしょ。で、五つ目作ったでしょ。蓋みたいにした。で、蓋がされたので、今度は、ここで、一つピンチツイストを作ります。ちょっと大きめのピンチツイスト、リロビッグピンチツイスト、ここで展開。はい、押さえながら回す。で、ピンチツイストを作ったら、これがね、次にね、よいしょ、はい、見えるかな。これをこっち側に2個作って1つ、これ普通のサイズね。1つ、2つ作ってこっち側に来る。こっち側。だっけ、これが通るルートっていうのは、この4つのルートよりも、この外側、ここの隙間を埋めます。はい、行きましょう。で、これ動かすときもくるくる回したらいいよ。はい、ここで、ここでね、どうやって、じゃあこことこのバブル作ったのと、ここを止めたらいいかっていうと、これが残っとるでしょ。これこのわざと長くしたのは、ここでこれを引っ張ってきて、こうやってつなげてあげるから、ぐーっと回して、ちょっとうるさいね。はい、いきます。もう一回結んでもいいし、よいしょ。そしたら今作ったのがこれ2個、
この横を埋めるやつ。で、ここにこちらに来て、で、次は同じことをします。この、これで、今度は、こっち側を取っていく。こっち側。やるね。回しながら移動して、ここで2個のバブルを作って、はい。この隙間に入れます。で、今度は、これが相棒があるから、相棒と一緒に回せばいい。こうやって近づけておいて、引っ張って回す。はい。そして、浸水ツイストを下げて、ちょっと整えますね。うるさいね、君。よいしょ。じゃあ、こういう形になるの。これ、もともとあった蓋したやつに、こっちから2個行って、こっちから2個行く。で、こっち側に入る。2個。で、ここを一つピンチツイストを作ります。ちょっと大きめ。ピラビッピンチツイスト。作る？はい。でもほとんど終わってます。裏作らないからね、今回は。はい。それでは、一つこれもカッターで切ります。よいしょ。うん、で、ちょっと整えてみます。ピンチピンチの。ちょっとうるさくてごめんね。うん、こんな感じだね。まあ、こんな感じでしょう。はい、できました。で、これで上から見たのがこうなんだけど、実は裏。裏があって、裏に、こうなってるじゃない。残った分を、ちょっと長めに半分にして、渡します。裏側を渡す。んで、これもカットします。結びます。この裏に、こういう風に通す。2個その両方の先にあるピンチツイストに渡せばいいんです。で、横に最初に作った分は立ててね、立てます。立ててピンチがあって、なんで一番最後に作ったかっていうと、ここを真ん中をバブル2個にすることによって、ここから結び目を作ります。例えばこう余ったのを、この間に通して、こういうやつでもいいよ。こういうやつでもいいよ。間に通して、最終的に葉っぱにつけるところにします。こういう感じにする。はい、これで、だいたい形ができました。うん、こんな感じかな。上から見たところ、蓋になるやつ、サイド、サイド。で、最初の4つね。で、両方ピンチがあって、裏がある。じゃあ、土台と、葉っぱを作ります。1,2,3、まあ、3回から4回ぐらい。グリーンポンプで。で、1回これに、これ、最近やってるよね。ミフィ作ったりするときにやる分ですね。一緒に結んでおいて、これを、この、濃いところに向かっていきます。向かっていって、引っ張りながら回す。こういう余ったのを使いましょう。
で、体に押し付けながら結びます。よいしょ、もういらない、あ、うん、いらない、カットします。こういうのを作ります。葉っぱを作ります。葉っぱはね、もう適当に膨らませてください。よいしょ、これもこうやってやってもいい。根元を結んで、プッシュ&、1、2、3。まあ、結構いい。大きさは。シングルハンドタイプ。これを、ここにつける。この前にね、これを先にこっちつけちゃう。で、これを使うの、さっきつけた。これを葉っぱの根元にできるだけ近づけて、引っ張ってもらう。何回かくるくるってやったらもう溶け取れないので、これでいいです。よいしょ。はい。で、最後にこれを割るから長めに作っといて、ここに近づけながらよくテンションをかけて引っ張ってグッとグッと引っ張る。だから隠れてくれるから、はい、できました。これが、マスタードの優しい黄色のハイドレンジャーです。で、綺麗でしょ。はい、こうね、あとね、他の色も作ってるの。これこうやって座らんなと思ったら、まあ座るんだけど、安定するんだけど、こうやって調節したら座れるようになるからね。はい、他の色も作ってます。例えばベビーピンク。ベビーピンク綺麗だよね、すごいね。ベビーピンクとラベンダー、ラベンダー色ですね。はい。で、その前にね、いろいろね、試作をしたんですよ。なんかグリーンボールってあるじゃないですか。グリーンハイドレンジャー。これね、ミントグリーンとライムグリーンの、アジサイで、これがスプリンググリーンね。カラテックスの。これもちょっとまあ色合い的にはどうかな。僕は好きなんだけどね。これとか、あと、ちょっとこれきつかったね、色がね。これあのワイルドベリーを使ったんだけど、ちょっときついかなと思ったから、本当だったら、まあ、ベビーピンクと普通のピンクだったら、ちょっと色合いが、トーンが落ち着いていいかなと思います。はい。というわけで、アジサイを今日は作ってみました。今年は単色なんですけど、混乱しない、コンフューズ。Please don't confuse to make hydrangea しないように、ゆっくりでいいのでやってみましょう。去年の作り方よりはシンプルになってると思う。うん。だから、4つのブロックを5つ作って、4つ作って蓋をして、5つ目で蓋をして、で、まあ、ピンチツイストを作りながら、両サイドピンチツイストを挟んで、こう渡ってきて、裏を作って終わりって感じかな。ちょっと手間なんだけど、でもまあ、なんか形としても結構可愛いかなと思っているので、ぜひ、これから梅雨長いよ。7月の終わりぐらいまであるんで、まあ嫌だわ。チャリコでかねえけど仕事に。はい。なので、皆さんも、体に気をつけながら、まだまだ、僕マスクしてますけど、オミクロン株はね、流行っているので、気をつけて、うん、行きましょう。それでは、今日はどうもありがとうございました。よかったら登録よろしくお願いします。はい。カネさんで、なんでバイバイしようかな。ピンク。もう一個あるよね。黄色にしようか。これ全部、今から歯医者さんに持っていきます。はい。プレゼント。患者さんに、子供の。じゃあね。See you again! バイバイ。